お疲れです。あと2分か。あ、古橋先生、お疲れ様はいではい。これです。す。おー。どう？そっちは。いやー、こっちはなかなか街が死んでますよ。ワクチンの接種率とかどうなの？タイプって今。接種率は日本よりもまあ下だと思って、ただ日本人が受けれないんですよ、こっちにいる。おー、あ、そうなの。結構。私もまだ受けてないです。あ、本当。そなんれはちょっか、と、ね。シノバックとかは受けれるんですけど、モデルナとかファイザーが全然来ていなくて、ああ、はいはいはい。まあ、60歳以上の人はギリギリ打ててはいるんですけど、ちょっとその他がまだなるほどね。全然っていうちょっ感と、なんじか、日本で言うと、2、3ヶ月前ぐらいの日本か。うん。で。そうですね。まあ、あとはそれよりもちょいひどいかなぐらいな感じがします。全然。まだ外出禁止だったりとか、店内飲食とかもできないので、そうかそうか。ちょっと忘れられてるんじゃないかなと思って。い 失礼しました。やいや、元気そうだったらよかった。いや、おかげさまで。もう、いやでも結局俺も昨日、一昨日ワクチン2回目打って、昨日も副反応で熱も出、こう、いく種類つ？何ですか？俺はファイザー。ファイザーでも結構出るんですね、副反応ファイとザーはまあ人によるけどね。まあ、そう、俺、そうひ、思ったよりもひどくなかったけど、か。なるほど。1回目よりは確かにちょっと、まあ、ひどかったぐらいですね。1回目はほとんどもう発熱っていうほどでもない。36度とか7度超えなかったぐらいなんですけど、なんかすごい微妙なラインですちょっと微妙だから、あ、ちょっと暑いかなぐらいな感じだったけど、でも筋肉痛だけとりあえず、あ、腕上がんないなってのが1日あったぐらいで、でも昨日はやっぱり腕が上がんないだけじゃなくて、熱も結局37度8分とか、38度までいかないけど、ちょい手前ぐらいな感じで、バファリンを飲み、まあなんとか、しのいだって感じ。対策バファリンなんですね。あ、まあ、何でもいいらしい、何でもいいっていうか、まあ、いろいろ効くなんだ、成分が、アセトアルデヒドとか、まあ、いろいろだけど、まあ、カロナールとか、バファリン系とか、まあ、大体風邪、一般的な風邪薬では大体効くよねっていう感じで。なんか2回目の接種で38度いかないってなると結構、まあ、優秀っていうか副反応少ない方ですよね。そうそう、なんかやっぱりね、モデルナはしんどい、しんどい人はしんどい。けど言いやっますぱり、よね。ただやっぱり SNS にしんどいって書く人っ 確ていうのは、やっぱりしんどくなかった人ってあんまり書かないから、かに。間なんか違いないです。極端にね、そう、極端にやっぱり、そういう、こう副反応の話が広がっちゃってはいるけど、確かに。ツイッターだけ見るとめっちゃビビりますよね、そう見てそうそう、ちょっとモデルナ嫌だなっていう気はするけど、そう、まあそれもまあ、うんちゃうんだから。いや、受けれるだけいいですもんって。そうそうそう。いやー、でも、まあ、割とやっぱり青山キャンパスは、ちゃんと東京都が管理してるっていう感じで、すごい、こう、なんていうか、よく仕組みができてた。あれでも、あれだっけ、なんか、ツイッターかなんかで、安田遥香が2回目の接種で、見ました。なくしたとか言って、はい、ああ、異見物混て。入はそこ、はい。受けられなかったの、結局。はい、ダメでした。やっぱそうだよな、そらそうだよな。なんかコールセンターに電話してみてって言われて、10分ぐらいかけてたんですけど、つながんなくて、何もできず、あれ、再発行なのるほ手ど。続きして、諦めました。なるほど。そして、比嘉野はモデルナ打ったらワクチン異物混 入怖のすぎ。番号と一緒か。なんかみんなそれ。ねえ、まあ、もうでまあね、いろいろ、ちっちゃなトラブルはいろいろあるから、まあ、それでね、致命的にならなきゃ全然いいと思う。だそういう情報がまだ出るだけ日本はマシだよ。多分ね、そのまま隠蔽される可能性のかもしれない。他の国だとあり得る。だから。なんかタイとかだと普通に間違ったワクチン打たれた事例とかすごいあって、なんかファイザー打ちに行ったのにシノバック打たれたみたいまあ、ありな。しかもそうだよ。それが妊婦さんだったりとかもして、ああ、いやいや。なかなかしんどいです。どういうよね。なかなか。で え、も、異物ああ、そう。混入。まあそう、昨日ぐらいかな、昨日ぐらいがニュースになってて、日本のモデルナのワクチンに異物混入の報告があって、
ちょっと一回ストップ。驚愕なんですけど。ロットの番号まで公開されたんだ。朝まさか自分のじゃないだろうなと思って、まあね、番号を見てみたら。まさか。え、日賀のどこで打ったの、場所は。俺は、あれですね、自治体の大規模接種で。自治体でモデルナがあったんだ。キャンセル待ちで。ああ。お医者さんにラッキーボーイだねって言われて、ロット番号で異物混入して。複雑なの、ラッキー。そうか。まあね、うん、まあ、逆に言うと、だから、ロット番号も明確になってるから、相模原近辺で、あれ、そうか。うちの研究室には共有してなかったかもしれないけど、あれか。今、ユースマッパーズと昨日イベントやった、半導体の企業のモデルじゃない、マイクロン、マイクロンっていう会社が相模原に工場があって、でそこの職域接種が9月5日からあるのかな。で、まだモデルナのワクチン数が余ってるから、フライ先生のところ興味がというか、まあ、打ってない人で受けたい人いたら、受けていいですよって言ってるので、後で、大体多分、なんだ、ファイザーというか、青学の大規模接種受けてる人がほとんどだと思うんだけど、地元でまだ予約取れてない人がいたら、共有しておきます。いい感じかな。まあね、ファイザーの方が効き目は短いっていう話も出てるから、モデルナはちょっと当たり外れはもちろんあるけど、性能としては悪くなさそうだなっていうところ。まあ、異物庫にはね、もう管理の問題だからな。でも、番号が出てるだけ本当にいいなと思うんです。そうそうそう。あと、あれ、青学のその青山キャンパスで接種すると、なんだ。あ、グッズですか？下のステッカーと、あと、タオルがもらえるっていうグッズが、もうスマホに買ってる、貼ってるもん、俺。なんか、それとなく、大丈夫です、私は、みたいな。感じ、あ、なるほど、アピールできる的な。そう。なんか言われたら、はいって、まあ、言われることないけど、打ってますっていう感じで。タオルまでもらえるのすごいですね。そう、なかなかデザインも悪くないし、そう、で2回、1回行くたびにもらえるから、なんか2個もらう。おお、なるほど。そう。2個。なので。2個あったところで感が強いですけど。そう。周りに配れるみたいな。それ意味ないですよね。もうステッカー配ったのに、ね、あんま意味ない。接種してない人がつけたらなんかいるな。だいたい今19人、だいたいみんな揃ったから OK。 じゃあ早速やりますか。今タイマー設定、発表時間は前言った通り1人1分です。もうほとんどの人は多分口頭というか言葉だけでいいと思うんだけど、なんか用意してれば画面共有適宜してくださいというところで、タイム。で、1分経ったら、ちょっと、古橋からコメントもしつつというところかな。なんか質問ありますか？発表について。だいたい結構あれだよね。なんか古橋のヒント、一周見ながら、これやりたいって手を挙げた人が結構多かったから、なんとなく流れは見えてるんだけど。はい。大丈夫ですか？質問。じゃあ順番はどうしようかな。なんか先にやりたい人、ちょっとスラック見ながら、スラックにいつもの書いてもらうか。先にやりたい人もいれば後がいい人もいるから、セミナー2021のいつもの、はい、やりたい人。おお、早い。これを見ると佐藤は、違う、神田が作家、神田佐藤は鎌田青木いや広っていう感じで、ずらっと今スラックで順番見てるので、じゃあ神田から準備を始めてください。はい、一応共有させてもらうと。はい、画面見えてます。じゃあお願いします。3、2、1スタート。はい、今、マップボックスの方で僕に行ってもらってるんですけど、まあ、そこでミニプロジェクトっていうのを1個やらないといけないんですけど、まあ、それの関係で今、空き家問題を伝えるような、空き家問題をテーマにしたようなマップを作ろうっていうことをやってて、で、そうですね、今の案としては、社会課題としての空き家問題を伝えるようなストーリーテリングのマップを作るか、自治体とか空き家バンクとかと
絡んでいくようにして、まあ、空き家の借り手の増加の促進を目的としたマップを作ろうということを考えてます。で、これちょっと前に編集したやつなんですけど、まあ、今の段階では、その自治体のページとかに行くと、それぞれの物件のリストっていうのもあるんですけど、まあ、その物件を一個一個、マップっていうのも結構大変なんで、空き家率をマップに出していこうっていうことにして、でそれでマップボックスのツールを使って、まあ、色分けとか、まあ、そういったことで分かりやすく作っていけたらなっていうふうに思ってます。ということは、個別の空き家というよりも、行政区域ごとの空き家率という統計情報をマッピングしていくというイメージ。はい。で、プラスストーリーテリングで、少しそれを説明するストーリーを伝えていくという。はい。OK。で、まあ、こういう、他のところでこういうのもあるんですけど、まあ、マップボックスのツールを使って、この、まあ、バーとかつけて、この推移とか出せるようにしたりして、まあ、新規性っていうところで出していこうかなと思ってます。行政として、行政区域としては、都道府県ごと、はい、それともっと細かくやる感じ。あ、そうですね。とりあえず、都道府県ごと、これと同じようにして、うん、まあ、これに動きをつけたり、まあ、新しい要素、マップボックスで、マップボックススタディオとかで加えられるような、新しいやつを出していこうかなって思ってます。都道府県だと、あんまり実は傾向って、こう見えるようで見えないんだよね。こう、ああ東京だってさ、すごい都市もあれば、すごい田舎もあるわけで、はい、でそのあたりでは、ちょっと都道府県ごとだと、ストーリーが表現しにくい気がする。まあ、その辺はちょっとまあやりながらだけど、どっかのタイミングで、まずは都道府県でやってみていいと思うんだけど、はい、どっかのタイミングでもうちょっと細かく。で、ただ、基礎自治体って呼ばれる、まあ、市区町村で、はい、日本で何市区町村あるか知ってる？ああ、ちょっと、正確に分かんないですけど。だいたい2000、1800ちょっとなんだけど、だいたい2000ぐらいあるの。2000って結構、まあ大変じゃん。はい。うん、ちょっとね。なので、数百ぐらいとか、もうちょっと、あらあらの、はい、例えば東京で言うと23区と多摩地域と奥多摩みたいな感じで分けるとかっていう形にすると、まあ100は超えるけど、数百ぐらいで収まるぐらいの、まあ、そういう集計の仕方がもし可能なのであれば、はい、そのぐらいは目指してもいいんじゃないかな。そうするとね、23区の空き家率と、多摩地域の空き家率と、はい、こう、奥多摩の空き家率で区別して見ることができれば、それって多分意味が出てくる。で、やっぱりそれよりも荒くしちゃうと、すごくこう全体が捉えにくい、現象として捉えにくいから、はい、そのあたりはちょっとこう工夫しながら、まあ、マップボックスのチームとも議論しながらと思うんだけど、はい、っていう感じで進めていくといいんじゃないかなと。思います。あとストーリーテリングはマップボックスのストーリーテリング API を使うっていうイメージで合ってる。そうですね。それ。はい。はい。了解です。じゃあ、それで、はい、いいと思います。はい。ありがとうございます。はい。それを言いつつ、同時進行で。2時からマップボックスの方のインターンのちょっとミーティングがあって、はいはい、30分のこっちにも、そっちに。了解です。はいはい。はい、あと、発表したら、自分の卒論用の、卒論、ゼミ論用の GitHub のリポジトリの URL を、チャットに貼っといてくれる？わかりました。はい。で、同時並行で、こっちでプロジェクトの方は確認します。プロジェクトで、神田があれば。卒論のプロジェクト。神田 OK。はい、確認しました。じゃあ、スラックの方に、GitHub のレポジトリに言われるだけやっていきます。はい。はい、じゃあ次、佐藤行きます。はい。はい。音声だけで。はい。はい。じゃあ行きます。共有。なんでだろう、共有しようと思ったのに、なんか、三角形になっちゃって、あ、共有できますよね、今。できるよ。できると思う。なんでちょっと待ってください。いやでも全然共有しなくてもいいんですけど、なんかすいません、ちょっと待ってください。あれ、なんだろうこれ。やっぱり共有は大丈夫です、はい、すいません、はい、あできました、できました、すいません、ごめんなさい。
あ、見えてますか？見えてます。はい、お願いします。はい、じゃあ、まあ、3、2、1、スタート。はい。まず2つで迷っていて、1つはあの彩香が去年作ってくれた、うん、あのグラレコのアプリなんですけど、彩香がもういなくなっちゃったので私が引き継いでもいいみたいに言ったら、彩香がめっちゃやってほしいって言ってたので、これを続けてやろうかなって思っていて、彩香にさっきあの改善してほしいこととかあるって聞いたんですけど、ちょっと今のところあの返信がなかったんですけど、うん、あのこのテンプレートが最高の余地ありとか、あとコンテンツの充実度を課題としてたので、ここら辺をちょっと彩香とコンタクト取りつつやろうかなっていうのが一つと、あと私進路がちょっと IT 関連に進むので、あのこの井野忠敬ボットとか長 なんて読むのか分かんないんですけど、はい、そのボットの開発とかもちょっと興味があって、もしあの誰かこのボット系やるのであれば私グラレコやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとどっちも興味があるなと思ってます。了解です。はい、じゃあとりあえずまあどっちやってもいいし、やっぱ継続性ってうちの研究室はすごく重要なので、はい、そう、今までやってきたものを誰かが継承するっていう流れの中で、まあ、グラレコの方をやってもらうのが俺としてはいいかなと思いつつ、はい、違う、井上忠敬ボットとかはプロトタイプはもう俺作っているので、あ、うん、そうなんですね。で、後でそれ URL 送ります。で、はい、まあ、課題っていうか、まあ、すごい適当に作っちゃったんでまだまだ修正しないといけないこといっぱいあるんだけど、はい、まあ、それを改良するっていう意味では、まあ、全然それもそれで手出してもらっていいかなと思って。あ、分かりました。じゃあ、はい、あの基本グラレコのアプリやりつつ、うんうん、手が出したらこっちもお手伝いという形でやっていこうかなと思います。でグライドアップス、グラレコのアプリは、はい、川島が作った時は自分の Google アカウントで作っていたので、はい、それを研究室のアカウントとして共有のものをそっくりそのままコピーして、それをだから2つ今グライドアップスとしてはあるはずです。なるほど。やっぱりグライドアップスでしばらく使わないと消えちゃったりするので、はい、ちょっと確認した上で、はい、まだちゃんと生き残ってることをチェックしつつ、本家本物というか、そうそうそう、これ多分スペシャルハーモニー、これ多分川島の、そう個人のアカウントで作ってるんですよね。はい、なのでこれはこれで残しておきつつ、研究室として継承するのもう一個別なものがあるので、ちょっとそれもあって共有します、はい、なの で、 はい、で そうするとまた誰かに引き継げるという形でやっていくので、はいはい、そのあたりはちょっと川島も つきながら、あ、かしこまりました、はい、と思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとじゃあちなみに、いや、画面共有切ってもらってこっちの方で、はい、井上忠敬ボットってどう機能するのかっていうのをちょっと見せます。ディスコードが。あ、こっちに入れてなかった。どこで使うのかっていうと、日本地図学会の学会の大会で、この前も先週実は学会があって、年に1回夏に大きな学会が、大きなというか日本全国の地図学会の、イベントが、発表会があって、今画面見えてる？見えてます。はい、で今これが日本地図学会のディスコードのチャンネルに、ね、で、今ここ見えてる？おい、で中継、井上忠敬って中継さんってよく呼ばれてて、はい、中継さん、そうですよ、とかって打つと、お、帰ってこない。まあ、この辺ちょっといろいろ、これ多分ブラウザ、ブラウザ、ディスコードってスラックみたいな感じなんですか？あ、そう。使ったことないんですよね。うん、
はい、帰ってこないな。これでね、本当はやり取りがされているのが上に、この学会の時に、結局、なんていうの、今日本中の学会で課題になってるのって、高齢化してって、まあ、日本社会がそうなんだけど、で、日本地図学会なんか特に高齢化がひどくて、おじいちゃんしかいないのよ。あれですよね、あの、記者会見みたいなやつをやってたのもそうですよね。そうすると学会でも今ね、オンラインで学会やらざるを得ないから、ズームとかでもうみんなひいひいながらやってんだけど、でもこう、じゃその中でズームやりながらチャットでみんなで議論しましょうって、もチャットに来ないわけよ。うん、なので、伊能忠敬ボットの重要なところって、ここに来ると伊能忠敬とおしゃべりできるっていう。でそういう感じで、で、あとあんまりこう、かそってるというか、あんまりユーザーがいなくても、ある意味古橋と伊能忠敬が勝手に2人で喋ってるような感じにチャットがなるわけ。確かにちょっと盛り上がってる感じに、ね、でしょでしょ、うん、はい、なのでこういうこう相方じゃないけど、こういう伊能忠敬とか、その伊能忠敬の前に日本地図作ったのが長久保積水なんだけど、まあ、そういうこう地図業界の過去の有名人という偉人をそれぞれキャラクター作って、でそのボットを機能させるっていうことをやると、まあ学会自体が盛り上がるし、こういう技術って別にね、キャラクターを変えればいくらでも他の学会にもとか他のチャットでも言うことだよねっていうところで、やってます。なのでソースコードも公開してるので、後でそれを送ります。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次は、あ、ちょっとで、同時並行でやらないといけない、プロジェクト佐藤これ OK です。はい、じゃあ、あのスラックじゃないや、あ、スラックの方に GitHub の URL、エポイツオリの URL だけ貼っておいてください。じゃあ次は、若松。はい。お願いします。はい、聞こえてます。音声だけで。はい。はい、行きます。3、2、1、スタート。はい、私は前回と同様、とんかつ、OSM 上におけるとんかつのタグルールの部分をもうちょっと詰めていきたいなというふうに考えています。前回その OSM ウィキの方にとんかつ屋にっていうそのページを作ったんですけど、現在確認したらその後誰も変更とか一切なくて、私の変更履歴しかなかったので、あの先生、最後の方に先生にあの参加してみたらって言われていたタグルールの会議にちょっと参加して、その話っていうのをあの議論を進めていけたらいいなっていうふうに考えているところと、以前確認した店舗情報、とんかつ店舗情報の再度更新、情報の更新というものを行っていきたいなというところと、あとまだちょっとコロナ禍なのでそう簡単にすぐ行けるわけではないんですけど、とんかつ屋さんに実際に足を運ぶそのフィールドワークというところをやりたいなというふうに考えています。了解です。はい、はい、じゃあまあ適宜その辺はなんていうかな、もう興味のある人を巻き込んでいくっていうような形で、なるべくこう、はい、あ、こういう情報が集まってんだなとか、逆に周りに協力者が広がっていくと、はい、多分情報が充実していくのと、はい、まあタグルールもまず一番最優先なのはやっぱタグルールを固めるっていうところかな、はい、うん、まあそんな感じで、まあ前回同様そこのこう掘り込むというか深掘りしていくっていうところをちょっとやっていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、プロジェクトも確認 OK です。はい、 OK、 じゃあ、次は青木。はい、はい、自分も口頭でそこで OK です。3、2、1、はい、自分は前回クロマキのことやったんですけど、うん、やっぱりそこの延長線上というか、今度はなんかもっと実践編みたいな感じのをやりたいと思って、なんだろう、クロマキ合成を使ったなんかトリックって言ったら難しい、なんかそのミュージックビデオとかで使われてるなんかような、なんかちょっとすごい演出だったりというか、クロマキを使ったなんかアレンジみたいなものをなんか数十個こう作って、まとめていきたいなって思ってるんですけれど、なんかやっぱりゼミ内サークルの活動で TikTok やってるので、
その短い動画でそのクロマキーを使った普段の動画というかその投稿を上げていって、それを最終的にちょっとマニュアルみたいな tips みたいな感じでまとめようかなと思ってます。で、なんかその今有名なミュージックビデオとか PV とか結構すごい技術を使ってそうな合成技術というか演出っていうのをなんか一般の人でもできるレベルでなんかアレンジしてやってみたいなと思ってます。で、なんか学生とかなんか学祭とかのなんかミュージックビデオの PV とかの多分動画とかも結構青学の青山祭とかでもなんかミュージックビデオとかってなんかそういうビデオを作るプロジェクトみたいなので動画のクオリティがこう上がるようにみたいなことを考えてます。で、なんかまとめ方とかはまだそこまで考えられてないんですけど、やっぱり去年の川島彩香みたいになんかこうアプリでまとめてかつみんなで載せれるようにしたらすごい意味があるかなっていうのを考えてます。はい、実際やってみてなんかこう素人臭さとプロの違いみたいなのってどの辺が肝になりそう？結局、まあ、その研究室も結構大きめのグリーンバックとかがあったりして、うん、やろうと思えば結構なクオリティーものはできると思うんですけど、やっぱり自分たちが作ってるのと実際の PV って何が違うかっていうと、なんか色合いとかそこの、うん、なんだろう、背景とこの被写体の合成した時のなんか違和感がないとか、うん、そういうところが自然だったりっていうのが結構あると思うんですよ。はい、それって光の当て方、それとも別な要因とか、まあ、最初の撮影の仕方の部分で光の当て方をなんだろう、その完成形が例えばじゃあ、編集した時に太陽が左から出てるみたいな場合だったらやっぱ撮影する時もそうこの左から光を当てるとか、そう多分そういう細かいところとかをしっかりやってるなっていう、そのメイキングとかをこう見た中でそういうところに結構こだわりがあるかなっていうのが、多分あれだよね、光の角度はもちろん重要なんだけど、さっきの色合いだと多分色温度とかそのライトの色みたいなものがもしかしたら効いてくるのか、ちょっとそれは俺もちゃんとやってるわけじゃないから何とも言えない、はい、なんかこのあたりがある程度の品質で、まあ、プロまでいかなくてもいいんだけど、どこまで素人臭さを効率よく消せるかみたいなところはもうちょっと突き詰めて、はい、答えが見えるといいんじゃないかなという気はするし、逆にやっぱりハードウェアとして、まあ、グリーンバックはあるとして、どこまでのものが必要なのかっていうところが明確になるといいのかなっていうところかな。あとあれかな、10月にあの次の青山ビジョンの申し込みがあるので、ちょっとそこにまた一回落選したスタジオ改装契約をもう一回チャレンジするつもりだけど、だから多分ね、レンの卒論には間に合わないかもしれないけど、でも使うことはできるんですよね、うん、ちょっとまあその辺絡めてやっていくといいのっていう気が、はい、しました。了解です。はい、プロジェクトも確認します。で、また、後でか、スラックにみんな、はい、GitHub のリポジトリ URL 貼っててください。OK。じゃあ次、ヤヒロ、いきましょう。はい、お願いします。はい。声だけでいく？あ、声だけでお願いします。はい、いきます。3、2、1、スタート。はい、私のゼミ論のテーマは去年の江ノ島のテーマに引き続いて、江ノ島の絶景スポットかを海外の方に向けにまとめたサイトの作成をやってみたいなと考えています。でもこの背景みたいなところで言うと、一つが江ノ島でセーリングのオリンピックがあって、それのアルバイトを知ってたんですけど、その時に海外の方と結構話す機会っていうのがあって、その時に江ノ島の眺めのいい場所とか結構見てみたいというふうに言ってくださる海外の方も結構ちらほらいたので、需要があるんじゃないかなって思ったのと、あと去年私がやったテーマ江ノ島のマピラリー整備だったので、まあ、去年のことも生かして、で江ノ島に絡めた内容をやりたいなっていうところで今回のテーマにしました。でもやり方みたいなところは今考えているのは、まず現地調査で、まあ、その絶景スポットとかいくつか探してリストアップして、それを地図とかに落とし込んで、まあ、まとめて、あと英語の説明とか写真を加えられたらいいかなと考えています。以上です。はい、
その公開場所っていわゆるウェブサイトを作るイメージ、それとも何か既存のプラットフォームを使う感じ？あ、ウェブサイトの作成をやってみようかなと思ってて、うん、なんか調べたらと Wix とかワードプレスとか、Wix とかワードプレスってうちの研究室で大事にしてる継承性とか継続性が担保されないのよ、されにくいの、うん、なので基本的にはウェブサイト作るんだったらうちの研究室は GitHub ページズが一番、うん、まあ、今のところ残しやすいっていうところ、うん、GitHub ページズかな。はい。はい。です。はい。わかりました。っていう感じで、あとは、まあ、どうそれをこうウェブサイトに仕立てていくかっていうところを、なんか今までウェブサイト構築経験とかは全くないです、はい、なるほどね。で、ストリートビューっていうか、まあ、マピラリのデータも絡めていくっていう流れであって、それはどうしようかなって考えて、絡められるならできたらいいのかなっていうのはあるんですけど、うん、まだそこは考え中です。了解です。まあ、で特に海外向けでしょう。海外の人がどういうサイトを見に行くのかっていうのって何か話してた、現地の人、日本に来て。そこまでは話してなかったです。ね、今だと何だろうな、まあ、逆の立場で言うと日本人が海外行くときってさ、ちょっと前までだと地球の歩き方とか、うん、とかしてたけど、最近だとやっぱりスマホで Google マップスとか、それこそいわゆるこうグルメアプリ系が割と多いかなっていう感じはすごくするけど、うん、あとあれか、あれだ、名前が今どう忘れちゃった、なんとかプラネット、ロンリープラネットか、うん、とか。ロンリープラネットって今どうなんだろう、評判としては。うん、ちょっと、俺も今あやふやだけど、なんかそういう感じで、グローバルな人たちがこれからまた、ね、海外旅行とかいろいろこう復活させていくっていう中で、よく使うプラットフォームがあるのであれば、そこへの展開も意識した方がいいんじゃないかなと聞いてて思う、うん、個人のウェブサイトって結局あんまり知名度ないからさ、見られないじゃん、うん、なのでウェブサイト作るのはもちろん悪くはない選択肢なんだけど、じゃあそれをどうみんなに見てもらうかっていうことになるとちょっと弱いっていうところ、うんうん、でうちの研究室だと例えばローカルウィキみたいなプラットフォームは使っていて、うん、ローカルウィキも一つ、まあ、プラットフォームだけど、すごい有名かって言われると、まあ、そこそこみたいなところがあるので、うん、自分でウェブサイト作る作業をなるべくこう短縮化というかコストを下げてやるんであれば、うん、とりあえず一旦コンテンツをローカルウィキに貯めといて、でそのコンテンツをさらにこうロンリープラネットでも何でもいいんだけど、今時のグローバルな人たちがよく見る観光旅行サイト、うん、プラットフォームみたいなものに紐付けていくような流れっていう展開の仕方もありなんじゃないかなと思った。確かに、はい、まあ、ちょっとそんな感じで、はい、そのあたりちょっと下調べするといいんじゃないかなと。はい、頑張ってみます。ありがとうございます。はい、はい、ヤヒーローのプロジェクトも確認しました。あとじゃあ GitHub の URL、はい、はい、OK です。ありがとうございます。はい、じゃあ次は伊藤。はい、お願いします。はい、行きます。あ、声だけでいい？はい、大丈夫です。はい、3、2、1、スタート。はい、自分は今回はちょっと新しいのやりたいなっていうふうに思って、うん、フロイ先生のこう GitHub の方を見させていただいて、セーフキャストの放射線量マッピングにちょっと、はいはい、面白いなっていうふうに思いまして、実際にガイガーカウンターで測量するのかどうかちょっとまだわからないんですけど、横手町全体を測量してどういう場所が多いのか、どういう場所が逆に少ないのかっていうのを調査したいなというふうに考えています。はい、以上。そうですね、以上です。簡単ですが。そうそう、でちょっと先に背景だけ説明するね。はい、でなんであれをやろうというネタを出したかっていうと、はい、横手町全域は計測する必要ないの。一番重要なのは、まあ、311から10年今年経ったじゃん、はい、であの時の福島 の, その放射性廃棄物の最終処理場が実は横瀬の三菱マテリアルなの。
あ、そうなんですか。あ、そう。あそこに最終的に国道299号線を経由してトラックが放射性廃棄物をずっと、まあ、福島から運搬して、最後、横瀬のその三菱マテリアルの工場の焼却炉で焼いてるの。はい。なので、299沿いを中心に、そのできるだけ、まあね、パブリックな、あの私有地に入らないギリギリのところだけど、最終的にトラックが移動したであろう、ルートの周辺をきちんと計測して10年経ってやっぱりまあ問題なかったねっていうレベルの放射線量なのか、それとも案外10年経っても国道299沿い高くないって出てくるのかやってみないと分かるけど、やっぱりな、まあなん、まあ、ほぼ問題ないねって数字が出てくることを望むけど、やっぱりそれをちゃんと数字にしてあげるとあのいいかなというところで、外外カウンターはあるので、それは貸し、はい、します。なので、持って、はい、だから、横瀬町内でいうと、小丸トンネルの出口からずっとあのなんだ国道沿いをずっと周辺、国道沿いと国道の周辺ぐらいを計測しながらっていう形がいいんじゃないかなというふうに思っています。多分、はい、多分問題ないと思うんだけど、多少あの想定するに何だろうね、多少トラックに積んでるものが こぼれやすい場所みたいなのがあって、その周辺の水の溜まりやすい場所みたいなところがもしかしたら若干まだ高い部分が局所的に出てくるかもしれない。そのぐらいかなと思って。ああ、なるほど。はい。はい。はい、いずれにしてもあのできれば多分問題ないだろうっていうその多分をなくして問題ないですって言い切れるっていう10年後の状況を地図に落とすっていうそんな課題です。はい。ありがとうございます。はい、まあ、あとセーフキャストについて事前にいろいろちょっと調べておいてください。はい、調べておきます。はい、はい、じゃあアスリプロジェクトは、伊藤リポジトリのプロジェクト立てたプロジェクト、はい、プロジェクト、これというとまだ立ててないな。あ、すみません、あ、間違えて自分のリポジトリに立ててました。すみません、今立てます。はい、すみません、うん、プロジェクトはみんなの進捗を一覧で確認できるように、卒論2021の、リポジトリの中にプロジェクト立ててねという形 で、 です。すみません、はい、今立てます。はい、了解です。それだけよろしく。はい、じゃあ次は、今伊藤が終わったから、次松山。お願いします。私も。はい。ということで、はい。いきます。3、2、1、スタート。私は昨年度のゼミ論の、佐野市の地盤図のデジタル化における、地盤と住所の一律を求める研究に、引き続いて、今年の卒論でも、地盤のデジタル化に関与した研究を行うことにしました。で、昨年の研究途中に住居不自住所が実施されていればそのままデジタル化できるのではということで、その市を探したんですけど、その市は住居不自住所がなくて利用することができなかったので、今年は全国の市町村の国土地理院の住居不自住所のデジタル化の進捗状況をダッシュボードに作成することをテーマにしました。住居不自住所の実施地域を明確にすることでデジタル化の次の段階につなげることができるのではないかと考えたので、このテーマにしました。以上です。はい、はい、あと、まあ、背景として今年デジタル庁ができるので、まあ、そういう意味で言うとベースレジストリーという考え方が今年一気に広まり始める、まあ、そういう転機の年でもあるので、まあ、このテーマはベースレジストリーの中にも住居不自由所が組み込まれていくことを前提になっているので、非常にまあトピック的にこうフィットするかなというそんな感じです。はい、なので、まあ引き続きあのスプレッドシートを更新しながらっていうのと、はい、ある程度のタイミングでちょっと、各関係、メンバー団体とこうどうしたらいいのかっていうところをちょっと協議していきましょう。今データのチェックってどこまで終わってたっけ？今は静岡県を一応一通りやったところで、あとは上から北海道からどんどん進んでいくかなと。
って思ってます。了解です。はい、いやそれはこれからっていう感じ。はい。じゃあちょっとその辺はどんどん進めてもらいながら、ちょっと それとは並行しながらダッシュボードをどう作っていくのかはちょっと、サバエの福野さんと調整しながら進めていきましょう。はい、わかりました。はい。はい。で、プロジェクトも確認しました。OK です。はい。じゃあ次は、来た。はい。音声。音声だけです。はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。今回のゼミ論では、3D 都市モデルを使ったプラトーなどを使って、まあ、東京都内などにそのサーキット上建設、ストリートサーキットを設置するとどうなるかっていうのをやろうと思ってて、まあ、これを考えた背景としては、最近そのプラトーで、実際その大阪万博の、建築資材を運ぶコースなどを 3D 都市モデルで、まあ、作ったりっていうのがすごい活発にされていて、あと、まあ、自分が行きたい部署も実際そのプラトを使った大手町のデータ化などをやってたんで、まあ、今回そのプラトを使って実際のその、道とそのプラト上の道やどれぐらい乖離があるのかなど、そういうことを調べられたらなと思ってこのテーマとしました。以上です。了解です。そういう意味で言うと、やることとしてはまずプラトーデータとして23区のデータはすでにあるじゃん。はい。それを踏まえて、そこにサーキットのデータを自力で作っていく。あ、っていうより、そのサーキットの、そのなんか、まあ、いろいろ定義というか、要件みたいなのがあって、うん、まあ、それをそのフィルターにかけて絞っていって、で、なんかここに作ったら面白いんじゃないかっていうのをして、まあ、もし最後時間があれば、そこを実際車で走って、車載カメラで撮ったのをうまい具合編集して、まるでサーキット一緒走ったかのようにやれたらいいなと思ってます。なるほど。まずターゲットエリアを絞っていくっていう。そうですね。あ、ちなみにどこに就職するんだっけ。あ、PWC っていう、あ、そうです、ね、この公共政策系ので実際このプラトを使ったやつやったりしてたんで、うん、まあ、そういうふう なんか実績作りみたいな使いますよっていうのをやりたいなと思って。 PWC の公共政策か。はい、アドバイザリーの方であるんで、うん、OK です。あれプラトの委員会に入ったか、まあいいや。で、今度、まあ、次の委員会があるときにちょっと PWC の担当者見ておきます。はいはい。じゃあ、とりあえず、まあ、逆にともうデータもあるし、そうですね、こう作業が進められるっていう感じ。なんか逆にここで困ってるみたいなのとかっていうの、はい、これから手を動かし始める感じ。まあでも結構なんか見た感じ、もうなんかその絞りやすいデータとかもすごいいっぱいあったんで、特に今のところ困りそうな部分はないかなと思ってます。プラトのデータはメインはシティ GML で、はい、まあ、それ以外にはオブジェとか FBX とかいろいろあるけど、どの辺のデータを狙ってるかっていう。まだそこまでは考えてないですね。おそらく属性をある程度使っていくっていう形になると、もうシティ GML 一択になっていくと思うので、はい、分かります。そういう意味で言うと、シティ GML の知識をなるべくインプット、今のうちにインプットしておいて、はい、使えるようにしておくっていうところが、まあ、重要かなと。了解しました。はい。ありがとうございます。なので、まだそういう意味で言うと、前半、多分、あれだよね、内容としてはシティ GML とは何かみたいなところをきちんと語れるかどうかっていうところが、はい、まあ、結構肝になるかなというところです。はい。はい、OK です。はい。じゃあ、ちょっと、それで、プロジェクトも、あ、OK だった。ました。はい。じゃあ次は、菊池、後期。はい。僕もこのまま音声だけで。はい。いきます。3、2、1、スタート。先生の挙げてくれたテーマの中で、国連のベクトルタイルツールキットの開発っていうのにちょっと興味があって、それを選択しました。で、ちょっとどういうものかっていうのは、まだ調べながらだったりするんで、あと実物もまだ持ってるわけじゃないんで、ちょっとどういうふうに卒論ゼミ論として着地していくかっていうところはまだ決まってないんですけど、最終的にはそのプロジェクトに参加させてもらいつつ勉強していく中で、別の活用方法があるんじゃないかっていうところを探していければいいかなっていうふうに考えてます。はい、はい、以上です。はい、了解です。まあ、端末も、明日渡す予定で、はい、まあ、ラズベリーパイで、なんで国連とか国土地理院がラズベリーパイを重要視してるのかっていうのって説明できそう？まだわかんない。あ、この間先生にちらっと聞いたところでは、
災害時にその必ずその通信環境が整っている状況かっていうのはまだ分からないところがあるので、そういう中で、空撮して、作ったマッピングの情報をすぐにウェブに公開できるツールとして開発が急がれてるっていうふうに聞きました。まあ、それも一つの理由なんだけど、まあ、シンプルに言うとオフラインで機能するというのは一つ。インターネットがなくても使えるっていうのが、まあ、ローカルで使える端末の魅力なので、それが一つ。あとは、ラズベリーパイってとにかく安いのよ。つまり途上国で入手しやすい。で、電源も品質の悪い電源でも結構なんとかなるっていうか、ある意味モバイルバッテリーでも運用できちゃうっていうこと。で、電気代も一つのラズベリーパイのサーバー運用をしても1年間で多分1万円もかかんないぐらい。つまりだから通常の PC を買ってサーバー立ててインターネット回線用意してとか、まあ、いろんなことを考えた時のコストを考えるとラズベリーパイは費用コストが非常に低いっていうこと。だから途上国でも導入しやすいし、インターネットに接続しなくてもオフラインで使えるっていう、まあ、その2つが重要であるというので、国連はまあそこに割と重きを置いているというところです。はい、なので、まあ、詳細は端末渡していろいろ、あと Linux のある程度基礎知識が必要なので、ちょっと後でおすすめの本を紹介します。Linux は全然今まで使ったことないでしょ。ないです。なので、そこは結構ハードル高いとは思うんだけど、まあ、一歩一歩やっていくしかないかというところで、そこの Linux の使い方さえ分かれば、あとはもうどんどんやっていくしかだけかなというところです。はい。以上。はい。ありがとうございました。はい。で、OK、プロジェクトも OK です。じゃあ、斉藤優香、いきますか。はい。はい。画面共有をします。見えてますでしょうか。あれ映ってますか。あ、見えて、見えて、見えて。よかったです。はい、はい、お願いします。2、1スタート。はい、私も2021年度のゼミ論は去年やったゼミ論の、まあ、アップデートバージョンとしてやりたいなと思っています。と去年の今レポジトリが出てるんですけれども、まあ、鬼滅の刃を例として、ウェブ地図のスタイリング手法の開発と、まあ、実践っていうのをやりました。でそれを今年はどうやってこうアップデートしていくかなんですけど、まあ、ちょっと最初にこう地図見ていただきたくって、まあ、こういう感じでキャラクターをイメージしながらデザインするっていうことをやったんですが、ちょっとこう課題としてその時にこうカラーとフォントの2個を軸にしてデザインっていうのを行っていったんですけれども、やっぱりちょっとこう限界があるなっていうのを感じて、で今年はまあテクスチャーの追加だったりとか、あとはそこにないフォントをまあ自分で追加して行っていくっていうところとか、あとは道幅とかも変えれるので、ちょっとこの辺の細すぎた道とかをちょっと自分でこうカスタマイズしてよりキャラクターのイメージに近づけたりとかをしたいなと思います。であとは先生が前根塚を見せた時にこの今パリの地図のところを切り取って見せてるんですけども、そのキャラクターとかブランドとかとのなんか地域とかエリアの親和性をこうなんでそこがこう合ってるのかっていうところを深掘りしていったりとかもしたら面白いかなと思いました。まあ、あとは実際にそのデザインをどうやってこう商品に落とし込んだりとかサービスに落とし込んでいくのかっていう事例も少し模索できたらなと思っています。以上です。了解です。この辺割とMapbox チームにちょこちょこインプットはしていたので、なんかあれだよね、Mapbox のインターンチームともうまくコラボして、なんかゲストチームみたいな感じで、ある程度、ね、結果が出てきたら、ちょっとこのネタもこうインターンチームがある程度アレンジして、Mapbox オフィシャルサイトで紹介してもらうといいんじゃないかなと思いました。できるんですかね、そんな。できる、できる。だって Mapbox の高田社長がいいねって言ってたから。あ、よかったです。あれですよね、掃除の時に来てくださってた方も、マップボックスの方ですもんね。そう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 。なので、ちょっと、なんだろう、ゼミ論の中に収まってる感が否めないので、うん、なんか今後どうやってちょっと広めていくかっていうのも、ちょっと検討しながら、本格的にやっていきたいなっていう感じです。あとはあれだよね、そう、やっぱり、こう、
鬼滅の刃でいうと炭治郎がすごく難しいっていうのは、まあね、去年分かったことで、多分京都とか、札幌みたいに5番の目上で、はい、かつ市松模様の表現っていうのが今地図デザインで非常に難しいんだよね。いやできなかったです。なんか今右に地図出してるんですけど、そうそうそう、なんか散らばっちゃってそうそうそう、なのでまあそういうのも含めて逆に課題がすごく明確になって、もちろんテクスチャーっていう解決の仕方もあるし、はい、まあ、そのあたりをどういうふうにうまく表現するかっていうところは、まあいろいろそういうこうなんていうかキャラクターとかその特徴をある程度なんていうかな言語化して、直線的なデザインとか放射状とかこううねうねしてるみたいな、そういうものを表現するときにはどのエリアがいいのかみたいなのは結構そのポイントポイントこう代表的な場所を抽出してあげるだけでもそれはそれですごく面白いじゃないかなと思ってます、はい、なので地図としての役割というか、まあ、デザインとして見たときにっていうことですよね。そう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 、うん、そのあたりはまあ、いくらでも展開の仕方あるかなというところです。なんかこれラックスのシャンプーとかなんですけど、うん、これもパリの地図をデザインの元にしてるらしくて、うん、なんか本当地図デザインって結構幅広がりそうだなと思ったので、ちょっとその辺も参考にしながら。パッと見てパリって分かるもんね、分かる人に。いやそうですよね、そこが多分この右上の写真とかも特徴的なこの丸があったりとか。いやね、なんだあそこ、広場のある名前が、三角形の博物館、ルーブルか、ルーブル美術館、ね、の感じとかも出るの、うん、ちょっといろいろ調べつつ参考にしていきたいなと思いました。はい、了解です。はい、はい、じゃあ次は、プロジェクトも OK だから、斉藤優香の次、羽賀。はい、羽賀です。私も広告お願いします。はい、OK です。じゃあ行きます。 3,2,1 スタート。はい、私はデジタルサイネージっていうのにちょっと触れたいなと思っていて、うん、でハザードマップが生かさ あるにはあるんだけどちゃんと生かされてないっていう問題が、うん、に前から興味があって、で多分5月ぐらい そのハッカソンの時に聞きにいらしてた、ちょっと今お名前忘れちゃったんですけど、方が水害にあったみたいなお話を少し古橋先生と前その時にして、ああ久保田さんね、はいはい、あそうですね。でハザードマップで前から予想されてたけど結局対策がされてなかったみたいので、やっぱり身近じゃないんだなと思って、でもっとリアルに想像とかが実際に結びつきやすいものって映像かなって思っていて、でちょうど V&F に入ってたりするので、そのデジタルサイネージ要は電子掲示板駅とかにあるああいうのに実際 その波の高さとかをこう出せたりとかしたら注意喚起とか意識向上につながるんじゃないかなと思って、そういうのができたらなというふうに今考えています。なるほど。多分その時に伝えられる情報って数秒とか持って10秒ぐらいのすごい短い映像にきっとなるんだよね。はい、そうです。街中で出てくる情報。なので、うん、なんかとりあえずのその映像の公開プラットフォームって、まあ、さっきの例じゃないけど、TikTok みたいなああいうプラットフォームにとりあえず展開するっていうのがありなのかな、と一つ。なるほど。で、あとはやっぱりそれをどう表現するのかっていうところ。うん、で、まあ、結構あれだよね、今スマホもそうだけど、ああいうストレージ、サイネージ系も縦長デザインじゃん、ディスプレイ自体。柱とかに使うから、だから縦長のああいう画面比率で映像をどう表現するかみたいなところは一つ こだわれるポイントかなというところで、あとやっぱりね、どれだけ短い、まあ本当に CM よりも短い秒数でどこまでの情報を詰め込むかっていうのと、まあいろんなパターン作ってもいいんだろうけど、そのあたりの表現が結構こう軸になるんじゃないかなと今聞いてて思った。あとは、その短い時間の中で何をどう伝えるのかっていう見せ方をグラフィカルに伝えるっていうやり方もあれば、文字みたいなこう情報の投げ方もあるかもしれないけども、そのあたりなんかある程度イメージできてる。地図で攻めるか、その災害として想定されてる、例えばなんだろうな、津波とか
ね、あのよく洪水が起きそうなエリアとか内水氾濫も含めたところだと浸水想定浸水高この高さですみたいなそういうこうピンポイントの情報そっちに近い感じ、うん、そう、それを最初波の高さがここまで来るんだよっていうのがその縦長だからその高さでわかるじゃないですか、うんうんうん、それの方が怖いかなと思ってっていうことは逆に言うとそのストレージとサイネージが設置される場所に依存してくる情報っていうことだよね。そうなんです。それをどう作るかって結構、はい、うん、結構実は大変っていう。そうですね、まあ、まあその辺も含めてだあと、はい、それをだまあサイネージを想定しながらも縦長のデザインで作っていくっていうところを工夫すればまあできなくはないかなっていうのと、あとなんだろうな、なんか余ってるモニターはいくつかあるから、なんかそれを、うまく組み合わせて、それこそさっきの菊池コーヒーじゃないけど、ラズベリーパイとか安いから、そういうのを使って、こう自分でちょっとそのサイネージを自作してみるみたいなものはできるかもしれないな。そうですね、はい。了解です。はい。で、ちょっとその辺、まずどういう映像を作ってみたいかとか、ちょっとプロトタイプをちょっと一回作ってみて、でそれでディスカッションしていくっていう形がいいのかなと思いつつ、作ったのは作ったなりに、それなりにちゃんと使ってもらいたいから、あれだよね、一番手軽なのってあれだよね、離島の1階にある、なんか、よく図書館とか変なと言っちゃ失礼なんだし、よくわかんない青学の情報が流れてる、そういうパイメージあるよね。あれに、ちょっと試しにっつって。試しに、そうそうそう。出してみるみたいなのはありかな。あとなんだろうな、なんか俺がパッと思いつくサイネージっていうと、ああいうのをそうそう、昨日おとといか、おととい青学のその大規模接種でファイザーのワクチン打った時にですね、15分待たされる場所に、はい、なんかそうみんな大体座ってスマホ見ながら画面を見てこう暇を持て遊ぶというか待つので、うん、なんか、はい、無意味に前にモニターがあってパンダの映像がひたすら流されてたんで、まあ、東京都だからそ上野公園の管理だから多分それでみんな、ね、老若男女パンダの映像を見せときゃちょっと心落ち着くだろうみたいな、多分癒しかなって、そう癒しだと思うんだけど、まあ、だからそこにね、ハザードマップ的な情報でちょっとストレスを上げることは、まあ、あんまり よろしくはないと思うんだけど、でもなんかこう、そう、無意味な映像を流すよりは、もっと役に立つ映像を流す方がいいんじゃないのとも一方では思うので、なんかそういうこう、適切な、こう、場所っていうか、こういうところでこう、うまく使うといいよね、みたいな、こう、場所を見つけていくとか、あとは、そういう時に、なんていうのかな。YouTube みたいなオンラインで映像を流しっぱなしにできるような形でコンテンツ、まあ、それこそ、TikTok が流しっぱなしでできるのかどうかって俺スマホでしか見たことないから分かんないんだけど、まあ、そういう、こうどうやってそれを、ね、気軽に見てもらえるようにするかみたいなこう展開方法みたいなものは俺もよくまだ理解できてないので、ちょっとその辺も探っていくといいんじゃないかなと思います。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。はい、プロジェクトも確認しました。じゃあ次は鈴木。はい、お願いします。音声。はい、行きます。3、2、1、スタート。はい、先生が Facebook で上げていただいた中に、ラーメン二郎マップのその継続っていうのがあったので、うん、その意思を継ぎたいなと思いました。で、はい、まあ、意思を二郎マップを継続するっていう、でも、その、渡辺先輩は、2019年にそのマップ、オープンソリッドマップにデータを入力していて、で、依田先輩がその、このゼミ論を書いたのが、2021年の、書いたというか、最終的な形になったのが1月25日になってて、多分あんま7ヶ月ぐらいだとそんなにテンポの変化がないと思ったので、今回、その二郎ラーメン二郎だけじゃなくて二郎系ラーメンインスパイア系の店舗も入力していけたらなと思いました。で、まあ、具体的には渡辺先輩が定義したその
タグ付けとかを、まあ、新しいタグを作るのかとか、そういうのも検討したいと思いました。了解です。以上です。はい、そうそう、まあ、あの、あまり詳細は言わなかったけど、まあ、俺も何をやってもらったらいいかなって思うと、まあ、二郎系のインスパイア、まあ、二郎インスパイア系に拡張していくっていうのが一番多分面白いし、多分みんなが欲しがってる情報だと思うので、ただ結構ハードだと思う。ね、オフィシャルな二郎ってもう数決まってるじゃん、はい、うん、インスパイア系って正直得体の知れないというか、そうですね、そこのやっぱ定義付けがちょっと難しい。なのでまず定義をきちんとする。多分その定義決めるだけで結構大変だとは思うけど、まずは定義をきちんと決めないとこう対象が決まらないっていうところ、はい、なので割と最初手堅くでいいと思う。で、今後また同じテーマでやっていく学生が出てきたときにその引き続きをすればいいので、まずは、二郎インスパイア系のラーメンとは何かということ、あとそれが定義が終わったら、その次にやっぱりそのオープンスイートマップでいうラーメンタグとして、二郎系インスパイア、二郎インスパイア系というのはどういうタグ付けをしたらいいのかっていうこともきちんと決めるということ、はい、まあ、この2つがまずマストの状態で、あとは残り時間使ってできるだけサーベイス、その現地行ってちゃんと情報を仕入れていくっていう形、はい、だからまあそういう意味で言うと、やっぱり、自分の自宅周辺なり、自分自宅からアプローチできるエリアから徐々に徐々にそれを広げていくっていう形をしていくのがいいんじゃないか、はい、だから日本全国は多分それはインスパイア系は無理なので、あ、そうで、そのエリアなんですけど、一応なんかちょっと軽く調べて、うんうん、そのまあ一応相模原だけだとなんか6店舗ぐらいしかなかったので、はい、それは一応、はい、県内とかそんな感じの量にしたいかなと思ってます。なるほど、よ、あれだよね、はい、神奈川ってさ、横浜系の浜なん家系ラーメンもあるじゃん。はい。なので、そういう意味で言うと、な、次の、それは今回やる必要はないんだけど、次のステップとして考えられるのは、神奈川県内の二郎インスパイア系ラーメンが、まあ、コンプリートなのか、ある程度の、カバーができたっていうのが、一つのステップで、次の引き継ぎとしては、やっぱり、東京とか他の地域のインスパイア系を調べるっていうアプローチと、あとは神奈川県内の今度家、神奈川県内、県を中心とした家系ラーメンっていう、まあ、別ジャンルに手を出すっていう、まあ、その辺が一つの展開の仕方なのかなというふうに思って、まあ、その辺のこう未来像もある程度見越しながら、いずれにしてもオープンストリートマップ、最近のオープンストリートマップってなんか妙にラーメン屋の情報充実してねみたいな感じになっていくのが多分理想的です。わかりました。はい。あとね、Google マップの担当者の文化で、歴史的に結構 Google マップの担当者って、まあ、もう結構な人が最初の頃のメンバーって辞めちゃってて変わってんだけど、今でも Google マップの品質チェックというか、性能チェックとして必ず渋谷ラーメン、渋谷スペースラーメンって検索した時に適切なラーメン屋が Google マップからレコメンドされるかどうかっていうのが一つのチェック項目になってる。つまりその今の IT、まあ、特に地図アプリの中でいう、こう、機能チェックの一つの重要な要素としてやっぱりラーメンっていうのとその地域性っていうのがすごく重要なので、そういう意味で言うと、まあ、多分 Google も含めてこのテーマは普遍なのかなというふうにも思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、プロジェクトも確認しました。じゃあ次は柴山いぶき。はい。はい。自分の音声のみでお願いします。はい、はい、じゃあいきます。3、2、1、スタート。はい。自分は、まあ、プラトーの 3D 建物データの、ディティールのレベルで LOD っていうのがあるんですけど、その建物の内部の、LOD4 っていうレベルを、相模原キャンパスにおいて、まあ、データ作りしていきたいなと思ってます。で、まあ、その理由としては、プラトーが、まあ、オープン化されたデータであるということで、まあ、そういったオープンのデータに触れていきたいっていうのと、あと、まあ、3D データを作っていきたいっていうところがあったので、まあ、そういったところで、今回このようなテーマにしました。で、まあ、ただ、そのデータ作る、そのプラトーのデータを使って、データを作るってところだけじゃなくて、それをどう活かしていくかっていうところでは、VR 空間をちょっと作ってみたいと思って、例
例えば相模原キャンパスの VR 空間っていうのを作って、みんなが使えることにして、でそこで例えばデザインとかを VR 空間上に表現してみんなに提案共有したりできる場っていうのを作っていきたいかなって思ってます。で東大が去年オープンキャンパスでクラスターっていうVRSNS を使った実装してたので、まあ、それも参考にしながらやっていきたいです。以上です。はい、了解です。なので、まあ、青学も前ちょっとインプットしたけど、ツイッターとかでね、去年だっけ、どっかの学生が理工だっけ、どっかの学生が VR の相模原キャンパス作ってて結構出来上が良かったんだけど、その後結局データはどうなったんだろうみたいな形、はい、オープンにしないとね、結局あれってなんだって終わっちゃうっていうのが、はい、もったいないので、そうそう、はい、そういう意味で言うと、ちゃんと公開して、それこそうまく調整すれば、まあ、俺もプラトーの中の人なので、ね、プラトーのオフィシャルサイトに採用される可能性も出てくる、はい、そこまでいけるといいかなというところです。はい、あと、まあ、バックグラウンドとして、背景としてやっぱり重要なのは、はい、プラトーのデータは、さっき、まあ、いぶきが説明した通り、レベル、LOD としての、レベルが、1から、まあ、4まであって、で、国とか自治体の、いわゆる税金を、こう原資として、国行政が作れるオープンデータとしてのプラトデータというのはせいぜい、レベル2まで、でレベル3、はい、レベル4は作成することに対するコストがすごいかかるので、多分それはオープンデータができないっていうのが今の意見なので、はい、やっぱりレベル3、レベル4に関しては民間企業からどこまでそのデータを、可能であれば公開オープンにしてもらって、まあ、無理であればやっぱりそれはお金に変えていくっていう商売の道具として LOD3、4に関しては有料のデータとしての流通になっていくだろうというのが今の予測なの、はい、なので、そこの、まあ、LOD1、2と LOD3、4のこう境目が今のこうプラトの限界だと思っていて、うん、でも一方で LOD4 も頑張れば自力でここまでできるんだよっていうことを示すと、うん、その中で日本全国じゃないにしても必要な重要なところだけは実はオープン化ができるっていう事例を最初に作ると、それは多分歴史に残るというか、はい、そういうことが可能なんだっていうことにみんな気づいて、コミュニティとしてそこを埋めていくことがもしかしたらできるかもしれない、まあ、そういう可能性が秘めているっていう意味で、はい、結構重要なアプローチだと思ってます。はい、はい、なのでまあ、そんな感じでちょっと背景も、理解した上でやってもらうといいんじゃないかなと思います、はい、ちなみにツールはブレンダーをメインでやってる感じ？そうですね、まだ 3D モデル の、うん、編集ソフトはブレンダーしか触ってなくて、うん、ただなんかフュージョンも青学のメアドを使うと、うんうん、なんか無料で使えるみたいな話を聞いたので、うんうん、それもちょこっと見て、まあでもメインはブレンダーかなと思ってます。了解です。あとあれだよね、3次元のデータとしてこう点群のデータとかもある程度補足的に使っていくといいのかなというふうには思ってはいるので、はい、ちょっとその辺、3次元の点群データも、あれだな、きっとドローン1回、今の佐賀キャンの上空1回ドローンで飛ばして点群データ作るっていうのもありだなと今話を聞きながら思います、はい、そうすると、ね、ある程度正確なモデリングできるから、はい、です。はい、了解です。ありがとうございます。はい、で、OK、プロジェクトも確認しました。じゃあ次は彼岸。はい。音声なんで。音声。聞こえますか？はい。はい、行きます。三二一スタート。はい、僕はまあ去年に引き続き。サカナクションのアルカランドをやろうと思うんですけど、ちょっとここに来て、うん、ここに来て曲名、曲変えたいなって思い始めて、ここで曲変えたいですよ。あ、どの曲？新宝島に行きたいですよ。おお、そっちか。そっち、理由は漢字がめちゃくちゃ少ないっていう。うん、漢字がめちゃくちゃ少なくて、今も取ったひらがなが結構新宝島で使えて。で新宝島って、うん、丁寧っていう感じが結構使われてて、ね、めちゃくちゃやりやすいんですよ。うん、なんでちょっと新宝島で行こうかなと思ってて。なるほど。ちょっと、アルクアラウンド、やっぱ漢字が難しいっていうのが、難しい漢字が多いっていうのもあるんですけど。なるほどね。あれ、カタカナとかひらがなじゃなくて、やっぱり漢字使いたいんだ。漢字、いや、カタカナで行くんだったらアルクアラウンドでもよかった。
ったかなと思うんですけど、漢字に住んだったら、漢字だったら新高島行けるかなと思ってて、まあ、だからそこにこうGPS ドローイングとの、はい、関連性がどこまで語れるかだよね。なんで漢字が結構、しかも新高島結構なんていうんですか、そのなんだろう、角張ってる感じが多いんで、あ、結構路地で表しやすいっていうのがあるんで、うんうん、新高島にしようかなって今思っていて、まあなんか取って終わりじゃないんで、この後 GPX ファイルをどうするかっていうのもありますし、そういうことを考えると今新高島にしちゃった方がいいのかなっていうのはすごい思ってます。実質的なまだ、まあ、ただ文字としてバラバラでデータを用意しとけば、あとでアルカランドもやりたくなったらできる、はい、あ、そうですね。なのでとりあえずちょっと今暑くてある気にならないんですけど、ちょっとまあそうだね、それはあるな、早くやらなきゃいけないなと思ってるんですけど、あとは、今実は日本地理学会と日本地図学会と共同で、ジオナイトっていうイベントを企画してて、はい、って話ってまだしてないよね。まあ、聞いてないですね。ないよね。で、それ、もともとグローバルで世界中のこう地図、地理系の、まあ、学会が主導して、年に1回世界中で、こう、地理とか地図とかを学ぶというか、楽しく経験するイベントを、4月の9日が一応、オフィシャルでは、その4月の9日の夜か、ジオナイトというイベントでみんなでいろんなことやろうよ、ただ何をやるかは各国で自由にやっていいよっていう、そういう企画があったの。で、それを今年からやりたいんだけどって相談が来て、で、じゃあ、どうせやるんだったらやっぱ楽しいことをやれるといいし、やっぱり、まあ、コロナ禍の状況でやっぱり外に出る一つのきっかけを作るって、はい、GPS ドローイングどうですかって提案したら通っちゃった。はい。うん、で、で、本当はもう、実は8月に、実施する予定だったんだけど、なんか、はい、この緊急事態宣言で、それもまた延期になっちゃって、はい、多分10月以降とか、10月ぐらいに今なる予定、ずれ込んだの。で、言いたいことは、そこに何集まるか分かんないけど、テーマとしては、夜、だっけな、なんかテーマが一つ決まってはいるんだけど、そこに参加する人たちを中心に、せっかくだがこの日にみんなでジオナイトの日に、今年は4月9日に実施できないから可変的に10月にやるんだけど、みんなで GPS ドローイングやりませんかっていう声掛けを一斉にやるので、その時に潜り込んじゃって、実はこんなネタがあって一緒にこう文字書きませんかっていうのを声掛けすると何人かは乗ってくれるんじゃないかというので、めっちゃありがたいですね。ジオナイトうまく使うといいよっていうのと、一応10月に開催予定で今、だから2ヶ月押しで今進む、もう一回再調整中です。なので、あとやっぱりサカナクションファンにどれだけそれまでに声かけて、サカナクションファンをジオナイトに呼ぶっていう手もあるし、やり使い方とかストラバの使い方とか、ね、そういうレクチャーもするので、そこに合わせて参加してもらうといいんじゃないかなというふうには思っています。はい、それでとりあえず、まあ、ちゃちゃっと取っちゃって GPX ファイルをどうするかっていうのが、まあ、去年やってみてマップボックスで見落とし込むのが一番良かった。あと、ね、かっこよく見せるっていうそこの見せ方だ、はい、そこはちょっとやっぱりその可視化のビジュアライズのスキルをこう身につける。っていうのは必要かな。ちょっとそこが今のマップボックスの API だけである程度できると思うし、ちょっとそのあたりのテクニカルの部分を9月中にはある程度固めておいて、10月に向けてこう準備しておくっていうのがいいんじゃないかなと。なるべくやっぱりなんか歩いてる軌跡を光らせたい。あ、そうですね。あとちょっと立体的に表現したいとか。なんかバックが去年は、地図の背景黒にして、うんうん、でポイントを青にするっていう、もういかにも魚っぽいっていう感じでやったんですけど、うんうん、まあ、結構それが良くて、うんうん、なので、なんかもうちょっとそれで立体感出せて、うん、あとなんか、文字から文字にジャンプアップできればなっていう、うん、
あと最近なんかマップボックスの高田社長もすごい GPS ドローイングにはまってきたから、なんかその辺もマップボックスオフィシャル絡めるといいんじゃないっていう感じです。はい。それもうまくいけばマップボックス公式で紹介してくれるかもしれない。あ、もうそしたら山口さんのリツイートが近づきますね。もう巻き込めるものはどんどん巻き込むっていう形で、はい、いいんじゃないかなというところです。はい。でそんな感じ。そんな感じですね。はい。で、日賀野のプロジェクトあったと。OK です。確認しました。はい。はい。じゃあ、次は安田春香。はい。画面共有します。画面共有、はいはい。はい。簡単なメモにはなるんですけど、はいはい、発表していきたいと思います。どうぞ。はい。引き続き私もグラレコを扱っていきたいなと思っています。で、トピックスとしては内容の整理か、なんか認識総合の研究をしてみたいなみたいなことを考えていて、で内容の整理としては、内容ごとにやっぱりレイアウトが変わってくるっていうふうに捉えているので、レイアウトのパターンを更新できればなと思っていまして、今自分なりにまとめたものが一応あるんですけど、でそれをもとに川島さんがお助けグラレコにレイアウトをインプットしてくれていて、でこの整理が今ベストじゃないと思っているので更新していくっていう方向性か、あとなんか一つの言葉に対して表出するビジュアルが結構変わってくるみたいなことを個人でやったりしていたんですけど、それを整理するかで考えているっていう感じです。どっちかというとレイアウトの方がやっていくことが見えやすくていいかなとは思っています。はい。なるほど。そうすると、佐藤薫と、はい、相談しながら、はい、システム周りというか、まあ、グライドの全体の更新を佐藤薫がやりつつも、テンプレートの部分をはるかが担当するみたいな、そんな感じ。そうですね、そういう方向で分担できたらいいかなと思って、佐藤さんの聞いてました。了解です。じゃあちょっとその辺は2人で組んでやってもらった方が良さそうだな。はい、ぜひお願いします。なので、まあ、セットでちょっと、はい、今のグライドアップスの社権限も含めてちょっと共有していきます。はい、ありがとうございます。はい、よし、じゃあでプロジェクトも確認 OK。 次はこのしおり。はい、口頭でお願いします。はい、はい、じゃあいきます。3、2、1。テーマは高校地理必修化に向けた学習指導要領のオープンレポジトリ化にしました。背景としてこれまでは高校で選択科目だった地理が来年度から地理総合として必修になったことです。そこで文部科学省から公開された PDF をマークダウン記法に変換して整理することをしようと考えています。ゴールは、学習指導要領解説が PDF のままなので、それをマークダウンに展開するところかなと考えています。以上。はい、はい、以上。はい、はい。まずはプロジェクトがまだ立ってないんで。立てました。立てた。今立てた。更新してみます。しおり。これ見えないな。スラックに、スラックをちょっと、いや、これは、GitHub のレポジトリの URL ですね。プロジェクト、あ、まだ立ててないです。進捗もう一回俺が貼っときます。ここに、自分のプロジェクトを立てて、みんなのプロジェクトも横並びで、やるべきことのタスク管理等と進捗は全部ここで。あ、わかりました。はい。ここに立てておいてください。はい。そうそう。マークダウンはちょっとチャットでもやりとりしたけど、はい、うちの研究室のリードミーにも書いてある話だし、研究室の中で結構重要なスキルとして、マークダウン。いつも言ってんだけど、はい、マークダウンってどうして重要なのかって改めてちょっとここで説明できる。
改めて、うん、変換しやすいってことですかね。変換しやす、外れてはいないんだけど、はい、もっと正確に言うと再利用しやすい。あ、はい。ことが一つかな。あと、言葉で言うと、オープンスタンダードに近い考え方というか、オープンスタンダードって分かる。スタンダードっていう。いや、分かんないです。世の中の仕組みって、はい、標準化をしないと、好き勝手に勝手にルール作られるとすごい大変じゃん。はい。例えば、電源のコンセントの形って国によって違うじゃん。はい。あれってスタンダードになっているものが一つに決まってないから、結局アメリカと日本は同じコンセントの形、規格が決まってるんだけど、うん、他の国は他の国のスタンダードがあって、でそれが共通になってないっていうものなので、なので各国によってそれはデファクトスタンダードって言うんだけど、もう競争に勝ち残ったものが生き残っちゃったスタンダードもある。でもやっぱりね、世界中旅行すると分かると思うんだけどさ、世界中同じコンセントの形で同じボルト数でこうコンセントが使えればそれってみんなハッピーになるはずでしょ、うんうん、はい、世の中ってそういうことっていっぱいあって、で、もう例えば、よく話だとそのアパレル系のさ、服のサイズとかも日本人の LMS とかさ、アメリカ US サイズとかってわけわかんないスタンダードがあるわけじゃん。っていう、だから結局輸入物の服とかってサイズ分かんないとかさっていうことが起きる。だからそこは、ある程度そのドメスティックに、その地域だけで完結するんであればもちろんその地域だけの特有のスタンダードでいいんだけど、うちの研究室が目指すのはもうやっぱりオープンでかつみんなが共通して使えるオープンスタンダードな、ルールにのっとってやっていきましょう。それが地図であり他のことでもそうなんだけど、基本的にはできるだけ特定のルールに依存しないものが必要であるっていうのがうちの研究室の考え方ね。で、リードミに書いてあるんだけど、だからマイクロソフトのワードというあのツールだけに依存するワードのドキュメントファイルは使いませんって宣言したわけ。はい、でなのでワードを使わないでどうするんですかっていうと、世の中である程度スタイリング、文字の装飾が可能で使い回しができて、大体一般的なツールであれば、大体そのスタイルが有効になるドキュメンテーション、文書の起こし方って何ですか、しかもウェブを前提としたときにっていったときの、まあドキュメンテーションのスタンダードな、ルールっていうと、今一番使われているのは、割とまだデファクトに近いというか、それが大多数になっているというだけなんだけど、マークダウンという書き方が一番まあ主流になってきている。で、そのことに気づいている先生は、多分うちの研究、あの学部でいうと、俺ぐらいしか多分いなくて、他の先生はそもそもそういうドキュメンテーションがスタンダード化しているということすら気づかないわけ。なので、まあ、うちの研究室、そこを大事にしますよっていうふうに言っているし、そのオープンスタンダードなドキュメンテーションをしておく、まあ、それが GitHub でも使えるし、他のツールでも、そのマークダウンって、例えば Evernote とか Google ドキュメントも裏側ではマークダウン動いてるんだけど、まあそれを置いといて、いずれにしても、そういう、こうマークダウンっていう書き方をきちんとしておけば、ウェブ上、インターネット上でドキュメントを公開するときには非常に再利用もしやすくて、いつまで経ってもその情報が廃れないっていう、いつね、マイクロソフトがいつ倒産するか知らないけど、ワードをやめますとかって言うかもしれないわけで、そうするとワードのファイル、ね、未来英語有効にならないでしょう。でもマークダウンだと、ほぼ多分この文字情報っていうものを扱えれば、未来英語多分有効なドキュメントになる。なので、やっぱりそこの情報の継承性とか継続性と再利用性をきちんと担保するっていう意味で、マークダウンって大事だよねって言ってんだけど、文科省は、かたくないというか、まあ多分理解しなくて、ドキュメントというのは PDF でしょっていうわけわかんないあの情報の発信の仕方をしていると。だからみんな困っちゃってるし、ね、あのドキュメントをコピペしてパッと使いたいと思ったときに PDF だとものすごくやりにくい。ので、そこをマークダウンできちんと展開してあげるっていうだけで、実は多くの先生たちがすごく再利用しやすい
というところがすごく重要になっている、うん、で今回のテーマだけじゃなくて今後のドキュメンテーションの中でもマークダウンというやり方はすごく有効になっていくというところで、はい、今回はとにかくそのマークダウン化がまだ終わってないところをぜひやってくれるとすごく価値のあることであるし、かつタイミングとしても、ね、来年の4月からいよいよ地理総合が始まるという意味で新しい学習指導要領が始まるというところの中で今先生たちが一生懸命その来年度の4月以降 の, こう授業用のテキストというか、まあ、教科書はできてるんだけど、授業用の資料を作り始めているところだから、まあ、そこに、まあ、合わせる形で展開していくといいんじゃないかなと。はい、わかりました。はい、なので、多分ね、今、まあ、古橋がやれって言うからマークダウンにしてるっていうところが多いと思うんだけど、他の人もそうだけど、マークダウンって多分この先いくらでも出てくると思うし、この使いこなしができるようになると、特にグローバルで何か仕事していくときに、多分それこそね、マップボックスとかも社内的には結構マークダウンで議論するところも多いときっと思うんだけど、そこは意識しておくと、まあ、地球社会共生学部らしいんじゃないかなと俺は思うし、逆に言うとマークダウン使えないやつはグローバル対応できてないと俺は思ってるっていう感じなので、はい、まあ、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ。じゃあ次で、はい、プロジェクトを作る。こんにちは。はい、次長島だ。裏から。はい、はい、聞こえてます。私も音声でいきます。はい、はい、OK です。はい、3、2、スタート。はい、私は子ども向けワークショップ用の乗ガチャ開発をやっていきたいと思います。こちらは先生のアイデアをお借りしました。とフラッシー先生も以前授業で紹介していたと思うんですけれども、地域にちなんだ地産地消ガチャが以前相模原キャンパスにも出現していて、その地域でしかゲットできないレアなものとか特産品などが入っていたら嬉しい、でガチャを回したくなる人も結構いると思います。それがまたちょっとニッチなのが私はいいなって思っていて、なんかマニアックなものが入っていると嬉しいと思いました。でもこの私のテーマはあくまでも子ども向けのワークショップのガチャガチャということで、なんか特段マニアックなものにはしないつもりです。で子どもが喜ぶということを第一に開発していきたいと思っています。で最初はゼミ論がまとまってきたらせっかくなのでデータを作成して 3D プリンターを使用して実際に作ってみることまでやっていきたいなって考えていたんですけれども、なんか実際のその地産地消のものとかで開発した方がいいのかなとも思っていて、そこはまだ検討中です。で構成がどんなワークショップかのその説明、あと、まあ、ジオガチャの定義とか、あと私のゼミ論で開発するガチャのサイズとかルールを決めていったりとか、ジオガチャのそのメインの提案をして、で時間があればまあ、データを使って 3D プリンターとかで実際に作ってみたというところまでやっていきたいなと思っています。以上です。はい、はい、そうそう、子ども向けのワークショップは、はい、一番最優先なのはフジテレビと一緒にやってるガチャピムックと一緒にやってる、はい、みんなの防災プラス備えっていう、はい、の、ドローン体験会に参加した子どもにガチャ回してもらうっていう、それがまず一つ一番重要、はい、なので割とそれはドローン寄りな話と、あとはガチャピンムックネタ、あと、はい、今ガチャピンムックだけじゃなくて日テレのそらジローとあと TBS のブーナが加わっているので、割とこうそういうこうゆる各テレビ局のゆるキャラがある程度衣装権としては使えそうなところまで来て、ただあれ緊急事態宣言でイベントが結局押せ押せというかどんどん中止か延期になっちゃって、なので多分それが動き始めるというか実際に必要とされるのは10月11月ぐらいかな、11月ぐらいになるんじゃないかなと思います。はい、なのでそのあたりはまあジオガチャというよりもちょっとこう、ドローンバードのイベント向けっていうところが最初は強い、うん、はい、いずれにしても 3D プリンティングでどんどん出力してどんどん試すっていうところと、はい、あと、ガチャガチャのマシンはもうすでに買ってあるので、はい、これを使って、48ミリサイズかなのカプセル作っ
って、どんどんこうやってみるといいんじゃないかなと。あと、はい、まあ、地産地消に関しては、どういうものがいいのかっていうのはまたそれいろいろと検討しながら、まあ、いろんな展開の仕方があるということをこうどんどん、やればいいかなというところで、あまり一つにこだわりすぎなくてもいいかなとも一方で。ああ、わかりました。で、まあ、いずれにしてもあれだよね、はい、腐らないものであれば何でもいいかなというところ、はい、あとライセンス的に問題がなければというところ、はい、で、まあ、それこそね、さっきのその、プラトーの、3D モデリングで相模原キャンパスモデリングするんだったら、そのデータもらってさ、ね、なんかガチャガチャ回したらビート出てきたみたいなさ、そういう相模原キャンパスの建物が出てくるガチャみたいなのでもいいと思う。欲しいです。そうそう、いけないけど、そういうね、佐賀キャン来たからもらえるというかね、ゲットできるみたいなのって、そういうこうジオガチャって結構重要かなとも思うので、はい、そこはね、他のこう、ゼミ生のアウトプット見ながら、これ結構いけんじゃないのみたいなので、はい、とか、あとね、青木蓮の、なんだ、映像を、ちょっと小細工した映像を作る、こう、ツールをなんか 3D プリンティングで出して、ガチャガチャで、なんか、ネタが作れるかなみたいなとか、なんか、多分これで、コラボできるところいっぱいあるんじゃないかなと思う、はい。その辺はうまく、周りを見渡して、ネタを集めるっていうのがいいんじゃないかな。思います、はい。それにしても、そうだな、研究室にガチャガチャを早めに置いとけばいいのかとか、まあ、その辺ちょっと必要な機材は相談しましょう。はい、わかりました。それでなんか逆にこれ作ってくれて、他の人からうららにインプットして作らせるっていう、そういう選択という感じで考えてます。はい、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、プロジェクトも確認 OK です。はい。はい、じゃあ次は本間。はい、お願いします。はい、音声で。はい、音声だけでお願いします。はい、3、2、1、スタート。はい、私の卒論のテーマは、ギガスクール端末での地理空間情報系ウェブサイトアクセス可否とホワイトリスト作りにしました。先生が提案してくださった中で、これを選んだ理由は、進路が行政なので、行政寄りのものの方がいいかなというふうに思っていたのと、そのギガスクール構想自体、その授業の効率化などのそのメリットがある一方で、その、自治体ごとに整備状況によってはタブレットの導入状況であったりアクセス可否っていうのによってその情報格差が生まれてるっていうのも問題に今なっているのでなおな話題かなというふうに思ったのでこれを選びました。で、先生が教えてくださったことでやることとしてその地理空間情報系ウェブサイトが市ごとにどれがアクセスできるかというのを確認していって行政民間地域ごとに使用可能なウェブサイトのホワイトリスト作りをしていきたいと思っております。以上です。はい、OK です。はい、なので、まあ、本当に夏休み始まってから、うちの子どもたちも、ギガスクで、クロームブックを一人一台渡されて持って帰ってきて、で結局、でも開けるウェブサイトは、教育委員会が指定したブックマークに登録して7つのサイトだけしか開けないっていう、わけわかんない状態。7つ。もう、それで結構切れて、で、まあ、いろいろ教育委員会とやり取りしたら、まあ、教育委員会の中での、その内情もよく分かったし、はい、いろんな苦労のある中で、それでもまだ、ね、自宅に持ち帰らせてる自治体がまだましな方で、持ち帰らせてないところもあれば、そもそもまだ配られてないところもあったりで、もう自治体ごとにまちまち。で、昨日ぐらいかな、昨日か一昨日ぐらいに、オンラインでひろゆきが、ギガスクール構想をボコボコに、こう、言ってたけど、結局配ってる端末のスペックしょぼくて使い物にならないし、子供にゲームさせないと子供なんかやんないんだから、ゲームから学ぶ多いよねみたいな、あ、まあ、そういうことも含めて、まあ、ギガスクール構想そのものは発想は悪くないけど、いろんな問題が今起きてて、でその問題をまあどう解決していくかっていうことは、まあ、文科省の周辺の人たちがやるべきなんだけど、まあ、うちの研究室としてはその中でやっぱり地理院地図とかオープンステートマップとか、まあ、Google マップも含めて、まあ、地図とか地理系で必要なウェブサイトに子どもたちがちゃんとアクセスできる環境を整備してあげるってことはやっぱりすごく大事で、あと Google とも実は裏側でいろいろやり取りしていると、そのやっぱりホワイトリストの登録が結構面倒だし誰もやりたがってないみたいなところがあって、はい、そこの中で、かつ、ね、iPad 配る自治体もあれば Chromebook 配るところもあれば Windows 配るところもあって、まあ、本当に、
やり方も端末も本当にルールもバラバラな状態なので、せめてそうい こう状況の中でも、さっきのまあスタンダードの中で、そのギガスクールの中でのスタンダードとして、ある程度こういうサイトは当然子どもたちがアクセスできないとダメだよねということをきちんとこう自治体が、理解した上でちゃんとそれを実装できる、まあ、準備をしてお、くと。で、それを採用していく自治体をどんどん増やしていくっていう、そこまでできれば多分完璧なやり方かなというふうに思ってます。なのでいずれにしてもうちの俺の地元の所沢市はもう教育委員会と話をしているし、 Google もちょくちょくやり取りをしているっていうところと、いくつかの自治体にも多分展開できるかなというところがあるので、まずは重要なホワイトリストを作っていくっていうところが先にやるべきことかなというところです。はい。はい、なので、まあ、その辺はちょっとこういろいろとやりながらディスカッションしていければいいかなというところです。はい。またズームで相談させていただくかもしれないので、はい、よろしくお願いします。はい。で、プロジェクトも確認しました。OK です。はい。はい、ありがとうございます。じゃあみんな、はい、スラックも各自分のリポジトリの URL も貼ってくれているので、パンマリンク貼ってくれているので、はい、中のチェックしていきます。なので、まあ、今、ざっと全体を聞いて、特に大きな問題というか、これはちょっと考え直した方がいいんじゃないかっていうのは、今のところなさそうなので、もう、どんどん進めてもらえればっていうのと、前、ズームにも貼った通りで、あれか、古橋のオンライン個別相談 URL もう一回貼っとくので、何かあったら、個別に相談してねというので、うん、あれか、チャンネルのスポット、ピン止めしとけばいいのか。いいんじゃないか。アットブックマークで、URL を、よいしょ。ね、これを。今、セミナー2021の、チャンネルにオンラインミーティングスケジュールというカレンドリーのリンクをもう一回貼り直したので、何かあれば個別に相談してくれればいいし、チャットでもいいし、GitHub でもう、自分のペースでどんどん進めてもらってもいいかなというところです。なるべくやっぱりやったことが無駄にならないことが、まあ、大事だと俺は思っているので、そこはうまくこう社会実装できるレベルまでは持っていこうというところではできる限りのことをします。なので、まあ、徐々に相談もしつつで手を動かしつつというところかなという、そんな感じです。多分中間発表としては、そういう意味で言うと、ちょっと待って、次の中間発表のスケジュールを自分で忘れてる。スケジュールとしては、リードミーの卒論。卒論、ゼミ論、ルールで、放送発表終わりました。中間発表、11月頃実施って書いてあるね。なので、日にちは、普段のゼミの中で中間発表11月頃にやりますという形なので、まあ、それまではどんどん自分のペースで進めてもらいつつ、まあ、時間も限られているので、11月頃までにある程度形が見えていることを、まずは目指しておくといいんじゃないかなと思います。あと、まあ、GitHub のプロジェクトは、まあ、今までもハッカソンとかでもどんどん使ってもらっていて、完璧に使いこなしている人はほとんどいないと思うんだけど、やっぱりやればやるだけ上手くなっていくし、タスク管理っていうものの理解が進んでいくと思うので、そこは、試行錯誤しながら自分でどんどんやってみてください。で、中間発表11月に終わった後、今度12月にアドベントカレンダーで、12月1日から31日まで、1日どこかの日に自分をアサインしてもらって、メディウムで、ブログ形式で、さらに進捗を、ブログに書いてもらうというアドベントカレンダーをやってもらう予定です。で、最後、課題の提出は1月末ですね。31日の23時59分59秒までに GitHub に
アップロードをして、最終発表会が2月の第1土曜日にやりますよと。こういうそんなスケジュールでいきます。何かこの辺で質問とかありますか？大丈夫。はい。あと、まあ、論文の書き方等々は毎年話をしているので、4年生は分かっていると思うんだけど、イムラット形式で、まあ、論文の書き方の基本的な構成は、オリジナルで書かないで、ちゃんと型があるので、イムラットの型を使ってくださいというところです。あと、まあ、そうですね。もろもろ、もう一回ルールをもう一回読み直してねっていうところぐらいかな。はい。あと中間発表は、発表時間は5分ですね。今度 LT 方式なので、今日1分でしたけど、もうちょっと長め、です。はい。で、次回は口頭ではなくて、基本資料も用意してねということですね。あと、これちょっと画面共有しておこう。あ、画面共有。あとは、まあ、ドキュメンテーションは、まあ、さっきの話もそうだけど、マークダウンで書いてねっていうのは、基本変わらずです。まあ、いろんなこう疑問とか、誰か巻き込みたいと思ったときに、よほどプライベートな情報じゃない限りは、自分の GitHub リポジトリ、ゼミ論卒論用のリポジトリに一周立てて、そこに質問投げて、友達とかのアカウントをメンションかけるとかっていう形で、どんどんこう周りを巻き込むっていうやり方がいいんじゃないかなというところです。はい。まあ、そんな感じかな。あ、スケジュール、最終発表のスケジュールはあれだな。去年のままだから、この辺更新しておきます。まあ、後でも一回見ておいてください。というところですね。何か特に質問なければ、ここまでというところかな。あと、まあ、ちょっとだけ追加したのだと、参考文献のリストの作成に関しては、ちょっと、スプレッドシートで分かりにくいところもあったので、少し改良し加えつつあります。なので、今後、アパスタイルっていう APA という、まあ、これもね、参考文献の書き方の標準化が、いくつか行われている中で、アメリカ心理学会、APA が決めたスタイルが割といいかなというところで、ここに合わせてうちの研究室も参考文献の書き方をこうしましょうというので、ちょっと、ここは標準化していく、おこうかなと思います。これ去年入れてなかったルールですね。わかりです。はい。じゃあ、時間も、まあ、限られて、お、チャットが来てる。あ、プロジェクト、はいはい。小野から、スラックに書いて。はい、じゃあ、とりあえず、で、あれか。で、コロナ禍が収まってないから、もうフィールドワークしにくくてしょうがないけど。だから、横瀬合宿をいつにするかは、もう第5波が収まらなきゃ決められないよ。なので、ちょっと9月以降になるし、今、俺は秩父にいるんだけど、いや虫多いから、まあ、秋の方が虫少ないし、いいかなっていう気はしてます。なので、いずれにしても夏合宿とか、ツリーハウス合宿の、延長戦というか、に関しては、また別途に行って調整をします。まあ、この分だと秋も結構厳しいかもしれないから、キノコのシーズンも厳しいかなと。でも、12月ぐらいになると雪降ってくるから、まあ、ツリーハウスで考えると10月までには決めたいけど、まあ、全部スケジュールが押せ押せになってるから、ね、10月もみんな忙しくなってくるし、まあ、その辺はちょっと、考えます。考えると言っても、もう、状況次第だし、なんとかっていう感じです。なので、あとはもう、少人数の、その、各サークルごとの、こう、小規模合宿に関しては、人数多めにしないように調整しながら、ちょこちょこ、まあ、こっそり、オフィシャルな、課外活動にすることはできないけど、
いつまでも屋内に閉じこもっても拉致が開かないので、まあ、特にあれだよね、さっき横瀬で放射線量を測るも含めて結構フィールドワークいろいろあると思って、その辺はあの順次小規模でもどんどんフィールドワークをやっていきましょうというふうに考えています。じゃあ特にそれ以降何か質問等もなければ、これで終わりにします。はい、じゃあお疲れ様でした。くれぐれも健康に気をつけて、まあ、みんな割と多くの人は 2回目のワクチンも打ったと思うので、まあ、気を緩めずに感染しないように気をつけて、9月の新学期に乗り切りましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、終了します。